シークは、大江健三郎の短編小説。1958年に、文芸誌文学会1月号に掲載、同年に第39回、芥川賞を受賞。その後、死者のおごりの初集で1958年3月に、文芸春重心者にて、単行本化。1959年9月に、新潮社にて、文庫本化となった。本作は、 ジョン・ネイスンによって、プライズストックのタイトルで翻訳されて、ネイスンが編纂した、大江の中短編のアンソロジー、Teach Us to ト t o ア g r o Our m a n e s s に収録されている。戦時中にアメリカの飛行機が撃墜され、森の奥の谷間の村に黒人兵が落下山で降りてくる。捉えた黒人兵をどう処置するのか、県の指令が来るまでの間、語り手の少年、 僕の家の地下層で黒人兵を飼育することになる。最初は獲物であった黒人兵と僕の関係は日ごとに人間的な触れ合いになっていく。ある日、県の指令で黒人兵の移送が決まると黒人兵は僕を捕らえて盾にして抵抗するが父や村人が詰め寄り父はなたを振るって僕の手ごと黒人兵の頭を切りつけて殺害する。 怪我で包帯を巻いた、僕の手を刺して、友達は言う。お前のぐしゃぐしゃになった手のひら、ひどくくそうな。僕は答える。あれは僕の匂いじゃない、クロンボの匂いだ。そう答えた僕は、典型のように自分はもう子供でないことを悟る。新庁舎ホームページ、死者のおごり、シークアクタ川賞受賞の群像映画ドットコム、第24回東京国際映画祭。 ありがとうございます。